こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です、えー、今日からね、えー、オーストラリアのシドニーにやってきてます、えー。また3ヶ月間、オーストラリアで滞在して、えー、アマゾンの、まあ、売れる商品のヒントとかね、オーストラリアがどういうところかというような、ね、レポートをしていきたいと思います。で今日はまず、ねえー、羽田からシドニーに飛ぶとき、まあ、カウンターでね、 えー、当日アップグレード、安くね、えー、いくらか払ってアップグレードするのないんですかと、まあ、一応聞いてみました。ネットで調べた情報だとね、カンタスにはそういう情報ないということだったんですけど、いつの間にかできてました。えー、羽田からシドニーまでで、4万円払うと、片道でね、4万円払うと、プレミアムはこのエコノミーにアップグレード。でね、12万円払うと、ビジネスクラスにアップグレードと。 いうのができますで、まあ、えー、エコノミーはね、えー、安いところの6万円ぐらいまあ普通で9万前後で,でプレミアムエコノミーはたいまあいつもこのね、えー、18万20万弱ぐらいなんで、えー、まあプレミアムエコノミーに空きがあって、えー、安いエコノミーでね、えー、乗ってた場合にはまあ、えー、アップグレードもいいかなと思います。 えー、カンタスの場合は食事もエコノミーと違いますし、えー、座席も、ね、なんかレカローのシートでいいらしいんで、まあ、らしいんでって、ね、プレミアムエコノミーで結局アップグレードしないでそのままエコノミーで来たんですけど、まあ、そういえば私プレミアムエコノミーって乗ったことないなと、ねえー、乗っときゃよかったなと思うんで、ねえー、帰りの便ででもまた空きがあったらアップグレードしようと思います。 で、ビジネスはね、えー、圧倒的に、えー、高いんで、12万でアップグレードできるんだったら、まあ、アップグレードもいいかなと思いますけどね。えー、まあ、せっかくエコノビーで、足元の広い非常口の席取ったんでね、エコノミーに乗ったんですけど、隣がでかいオーストラリア人だったんで、すっげー窮屈でした。これはね、やっぱね、深夜便はエコノミーはきつすぎるなという感じですね。まあ、もっといね、オーストラリアに行かれる際は、 ねこのえー、プレミアムエコノミーあるいはエコノミーへのアップグレード当日アップグレード、えー、できる仕組みがありますので、ね、安くアップグレードできるんだったら、えー、しようかなという場合にはご参考にしてくださいで、まあ、これは、ねえー、使っても使わなくてもいい豆、えーまあ、知識なんですけど今回、ね、珍しい体験をしましたシドニーで Uber の初体験と ウーバーに初めて乗ったってことじゃないんですけど、ウーバーは散々使ってますけどね、シドニーでは、なぜか呼んでいないウーバーの運転手が私の名前を呼んでやってきたと。ねえー、これね、不思議なんですけど、まあ、ウーバーね、乗り場がいまいちね、えー、わかんなくて、えー、ちゃんと看板出てるからね、気が利いてるねと思ったらね、GPS がずれてて、そうだかどうだかわかんないと。で、呼ぶ前の段階で、 えー、ここでいいのかなって歩いてうろちょろしてたらね、えー、なんかいつの間にか呼んだことになってたいやあるいはね呼んでないけど予防としてる人のね表示が、えー、運転手を探す前の段階で多分ね運転手に見えてるんじゃないかなと思いますで結局ね読、えー、んだ時には、えー、BMW の3シリーズという車がやってくるはずだったんですけど、まあ、その車がね 近くにいるのに取り過ぎちゃったと。あれどうしたのかなと思って待ってたら、運転手が歩いてきたんでね。私はてっきりその運転手が、何しろね、ヘデオーとか言ってね、やってきたんでね、えー。その運転手がね、親切に降りてやってきたんだすげえなと思ったら、そうじゃなくてね、車がなんか別な車だったんで、あれなんで車違うのって言ったんですけどね、えー、OK とかなんか言ってたんですね。結果として、 呼んでないドライバーがね、私の名前が見えてたんで、うろちょろしたんで、私だって分かって声かけてきたと。で、呼んだ BMW の、えー、運転手はね、えー、私がその車に乗ろうとしてるんで電話をしてきてね、えー、なんだ、キャンセルすんのかと。何言ってんのか分かんなかったんですけど、でキャンセル何って言ったらね、えー、その、えー、ひょこひょこ私の名前を呼んだ運転手が、あ、大丈夫、大丈夫、キャンセルしとけということでね、えー、キャンセルして、 まあ10ドル捉えたんですけど、キャンセルをね、えー、システムの不具合でダブルに呼んだんだろうみたいな話をしてたんですけど、まあどうもね、えー、後から、まあ、運転、ドライバーとやりとりした感じだと、そうじゃない、ね、システムの不具合って言ってましたけど、呼ばれてないのに私が探してるのを見つけてやってきたと。 まあ、そんだけアグレッシブなウーバーの運転手も初めてなんですけどね。えー、そして、えー、呼んだ人は、えー、なんで他の車には呼んだらしきやつが乗ってくんだってことで電話してたと。まあ、このね、えー、まあ、システムの不具合なんでしょうけど、まあ、運転手も不思議でしたけど、システムも不思議でしたね。ということで、私も不思議な体験をしたと。あの、オーストラリアのシステムってね、本当に不,不具合、不自然な不具合が多いと。 何考えてプログラマー使っているのか分かんないようなね、えー、システムが多いです。まあアマゾンがなんでね、アメリカアマゾンのプログラムをそのまま使わずにオーストラリアで組んでいるのかも分かんないですけど、まあね、ウ、えーバーで不思議な体験をしました。そして、ねえー、何度か話したことがあるオーストラリアでは、水をバラ売りで買うと高くて、まとめ売りなら安いのに、まとめ売りじゃなくてバラ売りで買う人がかなり多いと。 いうことをね、ちょっとね、具体的な写真を撮ってきました。これ、コールズっていうスーパーなんですけどね、えー、水バラ売りで3ドル20セントで売ってます。で、4本だとね、えー、6ドル80セントね。2本分の値段でね、4本買えるんですけど、まあ、4本買ってる人はあんまりいないと。ねというか、これ、陳列見ればわかるようにね、えー、水買っていく人多いんでしょうね、ついでにポコッとね。 300円の水がついで買いで売れるっていうのは、まあ今の日本の感覚じゃないんですけど、まあオーストラリアでは売れてる。で逆にね、重くてめんどくさいから4本、4本は買っていかない。ねえー、だって、ね、1人でいるならまだしも2、3人で行ってんだったらね、えー、みんな水飲むんだったら買っておけばあきり安く済むじゃんと思うんですけど、そういう、えー、面倒なことはしないですね。 あとね、えー、オーストラリアのスーパーというか、シドニーのスーパー行くとよく見る光景。え、こ陳列なまりにね、普通にゴミが並んでます。ね、飲み終わったジュースとかね、えー、マクドナルドのジュースとか、えー、食いかけのハンバーガーとかね、えー、本当のゴミとかをこういうふうにね、置いてったり、あるいはね、え、お菓子のコーナーにね、え、チーズとか牛乳をそのまま買うのやめたって言って置いてあったりします。で、しかもそれが一瞬じゃなくてね、えー、ずーっとほったらかし、まあ、 閉店して回転したら治るんでしょうけど、まあ、少なくとも営業時間中はね、えー、ずっとおったらかし。で、これね、えー、結構棚が空いてますけど、棚の補充も呪いです。まあ、こんな形でね、えー、オーストラリアっていうのは、まあ、システムも売り方もね、未熟で施設なんですねで。きちんと売れば儲かるのに、きちんとやる人はほとんどいないと。で、オーストラリアアアマゾンも、 まあ、アメリカンマゾーと同じシステムになればとても売れる、ね。だけどまだそうなってない。何しろこういう環境で育ったオーストラリア人がね、システム組んでますんで、まあ今ので十分じゃんと。だって商品見えてるしみたいなね、リコメンド機能なんて思いもつかないと。まあ、そんな形でね、えー、まあ年末のボクシングデーに向けて、 えー、システムをきちんとしていくと、あるいはね、体制を整えていくというような目標でやってるらしいです。ね、年末のボクシングで目標にしてたら今年中に本当のアマゾンになるのかって感じなんですけど、まあ、いずれにしてもね、オーストラリアは購買力がすごくあります。で、ライバルはいないです。ただ、ライバルもいないばかりに、強い完全な状態のアマゾンだったらね、えー、もう本当にあっという間に駆逐しちゃうんでしょうけど、 それがまずいからわざと苦戦しているように見せるためなのか、あるいはどんな考えがあるか、どんな、ねえー、取り決めがあるか、えー、何の狙いがあるかわかりませんけど、何しろ、えー、日本やアメリカやヨーロッパのシステムを持ってきてないです。ね、アマゾンとは思えないような、ねえー。アマゾンから言うと、私が少なくともここ10年体験してるアマゾンだとこんな出来の悪いシステムはないんでね。 アマゾンの中で言うと15年前ぐらいのシステムでね、オーストラリアスタートしてるんで、えー、全然売れなくて当たり前。ねえー、まだまだ本当のアマゾンじゃないです。でまあ、本当のアマゾンになれば当然売れるということでね、期待して、まあ、早く来い来い本当のオーストラリアアマゾンということでね、期待したいと思います。まあ、久々に来てね、まあ、オーストラリアに住んでると、ん9ヶ月ぶりか。 オスに住んでると当たたり前だったのが、ね、日本から来ると結構ギャップが感じることも多いんで、まあ、その辺をねこの公開動画だったりあるいは会員限定の記事だったりで、えー、ご紹介していこうと思いますそんなわけで到着初日ウーバーで珍しい体験をしたと、ね、あとスーパーの、ね、水、えー、これもっと他の、ね、銘柄だともっと下がるのもあるんですけど、まあ、ただね、えー、このぐらいの方が 同じ銘柄で、この、この店の場合はね、同じ銘柄これしかなかったんで、同じ銘柄で分かりやすかったんでね、えー、日本の値段で4本買いでも買わないと、ね。3本の値段で24本買ってももっと買わないですからね。まあ、その辺のことを、まあ、具体例としてご紹介しました。オーストラリア、きちんと稼働すれば売れますけど、まだまだ本当のアマゾンにはなってません。まあ今のうちにね、えー 輸出できる、オーストラリアから見たら輸入できる商品を探して、出品に慣れておくというところ以外は、そんな焦らなくていいからという打開なんでね、オーストラリアの状況をご紹介しました。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。